前回に引き続きこちらの4人のお話を覗いていきましょう。後半の最初は海外のラクロスや海外と比べた日本のラクロスについて思うことを語ってもらいました。まあ、やっぱり体のサイズと、まあ、アメリカで、そうですね、アメリカで体のサイズと経験値が、まあ、やっぱ圧倒的に違う、うん、だからそれを埋めるものかつそこも追いつかなきゃいけないし、そこを埋めるものを日本のラクロスはやっぱ優しくなきゃいけないっていう、その戦うという意味で言うと、ね、そこはで逆にそれ以外の点で言うと、やっぱ海外のラクロスだってちっちゃい時からずっとラクロスやってきたに対して、こう日本のラクロスだって大学から始めてっていうところで、まあ逆にそれは日本の良さっていうか面白さだなって、まあ、さっき言ったけど、まあ、挫折をこう変えてるとか、やっぱもうみんな何かしらのスポーツである意味多分夢破れてきてるような選手が多いから、そこもなんか見てる側としては共感できて面白いな、はい、僕は個人的に思ってます。だからまあそこも良さだとは思ってるかな、日本のラクロス。なんかボックスやってたじゃないですか、今まで。なんかボックスって日本じゃ全然まだ全然普及してなくて、なボックスを経験してるその海外の選手と日本のそのフィールドワークされる選手ってプレースタイルが結構違う。全然違うね。やっぱカナダ代表とアメリカ代表の試合を見ても全然違うね。やっぱアメリカ代表はアスリートがするっていうイメージなんですけど、そうですね、うん、でそれに対してカナダ代表はやっぱりこうラクロスが上手い人がするっていう、必ずしもこう身体能力高くなくてもやっぱラクロスが上手いっていう、そこがやっぱすごい感じなんです。めちゃくちゃ面白いですね、うん、ラクロスの可能性感じます。そうですね、だから日本はある意味こういいとこ取りできたり、ね、それでこうやっぱ、ね、北米三強に食い込めるようになっていうのはすごい思う、ね、そうですね、僕もアメリカでやっぱ、うん、海外のミッドフィルダーと対峙して、うん、自分は結構代表の中でも体ちっちゃい方なので、うん、もうこんなに大きい選手を相手にしてどうなっちゃうんだろうっていうところは正直当たって、日本のだって名当たるでっかい選手とかも吹っ飛ばされてるのでこんなことがあっていうかと、うん、谷島さんとかじゃん、まあ、裏物とかで言うんですよ、コリンキースよく言うとされてて、なんだそれって、まあ、彼は化け物だよ。そうだから日本が多分だからそこで勝負しちゃいけないんだろうなっていうのは、うん、半分感じてるんで、日本のラクロスっていうものがちゃんと形作られた方が、うん、アメリカと同じことをしか考えてない、うん、そうだね、それこそだからボックストラに行ってカナダの知識とか得て、うん、ラクロスが上手いって言われたら確かに、うん、体めちゃくちゃ強くて、うん、フィジカルがある選手じゃなくても勝てそうだなって思うところは、うん、可能性感じますよね、うん、ラクロスは。アスパック、アスパックとか、アスパックでしょ、ね、オーストラリアの選手、オーストラリアだけ、でもね、やっぱでかい、やっぱり海外の選手はね、そこで戦っちゃいけないっていうのは本当にデカさ、ね、そう、デカさがあるから、やっぱじゃあそのデカさがないなりに俺は何できるかっていうのはやっぱり、うん、ここで模索しなきゃいけないところだな、うん、それこそアメリカ代表にもさ、昔 BJ グリルってすごい、うん、身長100な、俺よりもちっちゃいロング、ボトム、アメリカ代表入ってて、マジかっこいい、すごいよ、マジかっこいいっすよ、ハワイのトーナメントってあった、直接あったんだけど、もう本当にフットワークもすごいし、やっぱだからそのちっちゃくてもなんかやっぱりその体が大きい選手が揃ってアメリカでやっぱなんかこの肝弁に肝弁筋トレ肝弁筋トレちょっと慣れてないから慣れてないから、どうぞ。でもそういう国でもやっぱり体小さくても素材入ってとかできるってところで、やっぱりそれだけじゃないところでもやっぱラクロスっていうのは戦えるところ、スポーツだと思うから、そういうところやっぱり日本も可能性あるかなって思って、はい、そうかな、海外遠征ね、アメリカ行って多分、うん、アメリカ結構遠征したかなって思うんですけど、まあでも圧倒的に全部やっぱレベルが違うでしょうけどね、どうしようね。でその違うところで勝負しなきゃいけないって言ってたんですけど、まあ DS の方針でもあるから、まあそうですね、 DS はやっぱその差が開きすぎてるから、この力、はい、そこをやっぱある程度埋めないといけないっていう、フィジカル面も技術の面もラクロス IQ 的な面も、はい、そこの差はやっぱ個々人が埋めていくっていう、はい、その上で自分の強みでその他で勝負するっていうところで、まあ、確かに、うん、でも海外遠征でやっぱ一番衝撃的だったのはアンダー19がアメリカ代表アンダー19のアメリカ代表がすっごく強いっていうのが、やっぱ今ちょうどだから今年の NCAA 1年生とかですごく注目される選手がたくさんいる代表チームで、だって19歳で二十歳に待ってない少年なのに、うん、僕よりも全然でかいし、体ね、出来上がってうれしい戦ってくる
るし、なんならその不機関のアメリカ代表よりも強いんじゃないかっていうぐらい、うん、そう、あ、それがだからラクロス、日本アメリカのラクロスの強さなっていうのを改めて感じて、なんかあまりにも差が大きかったなっていう正直な、うん、あの印象でしたね。僕がアメリカに行って帰ってきて思ったのは、差は確かにあるのは分かったんだけど、うん、その差ってでかすぎて実感分かれと思いながら、正直だからどうやって出てたらいいんだろうみたいなところかなり悩みましたね、うん、日本国内外でさまざまな経験をしてきている4人ですが、最近の日本ラクロス界をどのように見ているのでしょうか。でも結構ラクロスの良さが減っちゃったかなと思いますけど、結構あれじゃないですか、自分たちコロナやる前だと結構対外試合多かったじゃないですか、うん、でラクロスの良さって結構外と関われるっていうのが大きかったんですけど、今内部なんかそことかをスティーラーズさんが結構1年生向けてクリニックとかやっていて、うん、なんかああいう動きとかもっと増やしていけたら、うん、なんかラクロス界にもう少し刺激とか、うん、まあ、良さとか増えるのかなと思ってます、ね、うん、なんかそういった意図でやっぱやったんですか、スティーラーズさんは。なんか1年生そうだね、やっぱ1年生のサマーオンインターもなくなっちゃって、うん、その、ま、自分たちの発表の場もないっていうし、やっぱ1年生とかからコスト上げしてレベルアップしていかないと日本のラクロスの今後もないっていうところで、毎回新しいプログラムをしてやってる。なんかああいうのやるとやっぱり自分たち学生だった頃って結構練習試合とか、うん、スティーラーズさんとかが結構グラウンドに来て自分の力を他と比べることができたんですけど、うん、今結構難しいのかな、うん、そこら辺とかって東北大とかってどう、うん、もう東北大学はもうだから僕とかはギリギリセーフだったんですよ、うん、正直そのアスパックがあったアメリカの前は普通に活動できたんで、うん、だから4年目ですよね、うん、だって僕らの後輩とかが全くその、うん、閉鎖された空間の中 で、 そうそう、あの活動してるので、なんか僕は正直その自分で敵を想定して頑張るみたいなところが東北大でしかできないことだなって思ってるんですけど、うん、とはいえ大変、うん、結局それってすごく難しくて、だから正直僕の1個差とかでもその DS にちょっと入ったことか、うん、アンダー19とかに入ったことがいるんですけど、そういう子がだからその関東のレベルとか、うん、その世界のレベルっていうのをする機会が全くないっていうのはかなりこうディスアドバンテージなのかなっていうのは思ってるんで、うん、だから僕がこうどうし何か仕上げられることないかなとかっていうのは考えるんですけど、うん、まあでもそれぐらいになっちゃうんですよね、うんうん、まあ、スティーラーズはやっぱり、うん、いろいろこう新しい試みをどんどんやっていくっていうところはあって、それこそ今年はあのスポンサー入れて OK、はいはいはい、でどん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 このやっぱスポーツにこのビジネス的な要素を入れるさ、スポーツの規模を大きくする、そうですね、ラクロスを発展させるっていう観点で考えるとすごく大事なんですよね。だからまあすごくいい始まり、はい、スタート、うん、これを各チームがどう生かすかっていうところに、はいはい、はなってると思うかな。すごくラクロス界今まさに2028年とかさ、オリンピックになるかもしれない、ね、オリンピック競技になるかもしれないって思ってし、はい、まさにこう日本ラクロス一丸となってこう大きな変化を遂げてる時期、はいはい、と同時にあとなんかラクロスそのプレー的な面で言うとさ、やっぱさっきも言ったけどボックス的な要素がどんどん入ってきたよね。そうですね、あの北米のトレンドもそうだし、うん、日本もそうだけど、やっぱボックス的な要素を積極的に入れて、あの戦術を組み立てるチームも、オリンピックとかもそうですね。そう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 、そう66割ともうちっちゃいフィールドで少人数侍みたいなのがあります。あれロングなくなるんだ。ロングなくなりますね。と今のところね。ロングが出てる。ほら引退を。もういやいやいや。4人中3人引退。引退をね迫られるしかないと。そうですね。本当に。いやいや。ディフェンスは必要だから。ディフェンスは必要だから。ショートでできるかショートでできるかって。うん、ワールドゲームズも66っていうところでなんか協会側からもこうあるじゃないですか。66っていうのをこう動き出すっていうところで、うん。やっぱ僕もさっきそれちょうどそのなんかショート。もうやんなきゃいけないのか、うん、ちょっとだから思ってるんですよね、うん、最近。だからそこもだからラクロス界の変化というか、そ、うん、んな感じで僕の変化ですかね。分かんないですけど。まだ絶対やった方がいいよね。そうだ、ロングうまくなる、うん、そうですよね。ボックスの選手だって普通にだってロングの人もいるもん。あ、そうそう。ボックスでショート使ってるけど、フィールドの方行ったらロング持ってる選手も結構いるもん、ね。ローディーメルとか、うん、あ、ローディーメル左利きだし。やっぱりショートが使えるっていうのは基本として必要な能力っていうのがやっぱ、なんだろう、うん、もう俺らがさ入って1年生の時なんかさ、もう
縫製のとかはなんかもうショート使えない人がロング持ってない良くないありますよね、まあ、あるよあるじゃないあったよね、ありますよ、まあ、そうそうそう、なんかそういうのあったけど、うん、逆にやっぱショートちゃんと扱えないとロング扱えるわけないじゃん、うん、そう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 間違いね、本当そういうのやっぱショートは使えるべきだよね、ショート使えるべきであっても、うん、ゴリであってもそうだけど、うん、あとはあれじゃない、でもなんか最近俺らがやっぱ1年生の時とかはコーチいなかったりとか、やっぱりその、うん、こうどっちかというと選手がこう主体でこう運営してたとかっていうのがあった中で、やっぱ最近の指導者とか もういろんなラクロスの知識も入ってきて、指導者が絶対こう各チーム一人ずついるような感じになってきてるから、そういう意味ではラクロス界全体、大学のラクロスレベルっていうのがこう上がっていく一つの手になってるのかなっていうのは、うん、思うかな。やっぱりまあもちろん選手が主体的に動くまあ、シーンとかっていうの機会が減るっていうのは多分避けないといけないと思うけど、やっぱりそうやって指導者がいてこう知識だったりとかをちゃんとこう学生とかにこう伝えれるっていうのはすごくいいことかなって、うん、いい変化だなって。それとあとキッズとかもね、そうそうそう、キッズ あのコーチとかも結構行くんだよね、うん、確かにキッズどんどん増えてて、まあ、本当増えてんだ、明るいですよ日本の未来はやっぱこういう社会人の選手とかがあのキッズと触れ合う機会を増やした方がいいやん。なるほど、うん、みんな多分あんまりまだ興味ないかもしれないけど、やっぱやってみると楽しいし、うん、かわいいから、ぜひ子供好きだもんね本当でもそっからやっぱさ繋がってくるからさ、2028年とかその先を考えると、そうですね、そうですね、オリンピックになって大きくなって、その世代の子たちがそれこそ NCA のディビジョン1とかで、ね、そうですね、プレーするようになったりして、うん、熱いな、そうですね、なんかそのうち高校とかにも男子の部活もできてほしいのもっと、うん、今女子の方は意外とさ、うん、あったりするけど、男子はもう本当に3部リーグってまた少ない技術があったりかして、ね、少ないからね、やっぱそういうとこからどんどん下の部活もできていくと、確かに、うんうんうん、日々ラクロスに真剣に向き合っている4人、ラクロスの魅力をどのように感じているのでしょうか。 なんでラクロスに入りました。じゃあマカです。マカです。困ったら急にマカに振っちゃう。マカですか。一旦マカ。ラクロス始めた理由でも結構あれじゃないですか、まあ、普通にパスキャが普通にシンプルに面白かったっていうのがありますよ、ね、うん、なんかそれで2日目3日目新刊の期間にもう行っちゃってて、なんか他のサークル見てなくて結局ラクロス部に入るしかなくなってるみたいな感じですかね。真壁っぽいな。っぽいな、なんか、もうなんかあもうラクロスしかないみたいな感じでした。確かにパスキャね面白いです、面白いよね。でもやっぱ毎日毎日新しく4年生ぐらいになってもやっぱ楽しいことで永遠に続いてきますよね、うん、ラクロスって、うん、やっぱあれだよね、初心者スタートだから、そうですね、こうどんどんそなんかスタートラインがね、そこはすごいいいよね。なんかそれこそ本当にいろんなやってた、自分がさ元々やったスポーツが生きるシチュエーションとかも結構いっぱいあるし、そう本当にどんどんやればやるほどやっぱスタートラインしてたからこそこう上手くなっていくのとかもすごいなんか楽しいよ、はいはい、そういう感じ。大学から始めてね、日本一とか日本代表を目指せるっていう、まあ、すごいこうなんか第二の人生が、第二のスポーツ人生がね、与えられたような感じがして、はいはい、ありますよね、うん、すごいワクワクする。あと競技としてもやっぱかっこいいよね。そうですね、それも確かに単純に面白いな。そうスピード感とかですね、スポーツとして面白いなっていうのも、うん、そうですね。でもファイナルスポーツだから、うん、僕さっきも言ったんですけど、社会人とめちゃくちゃ絡みやすいというか、うん、日本の多分代表選手とか、うん、クラスの選手と簡単に絡めてしまうのが、すごいいいところかなと思ってて、プロ野球とかだったら、ありえない。本当にならその高校野球の選手と、プロ野球選手が絡むとかってあんまない。確かに。ラクロスだったら簡単にね、そこに行けばいるんで。だからそういうところで、なんか、新鮮味というか、そういう近さというか、っていうのは、すごくラクロスにおいて、その魅力なのかなっていうことですね。やっぱ仲間意識強いもんね。そうですね。そうですね。ラクロスさんとしての仲間意識みたいなのがあります。電車で会うと結構嬉しいですよ。クロス持ってる。意外といるんですよ。意外といるんですよ。意外といるんですよ。知ってる人のこと多いけど。見たことあるんだとか、ね、うん、狭い世界にしよう。そうですね。でもだからこそなんかその大学、それも大学違っても仲良くなるとかあるじゃん。そこの垣根ないのもすごいいいよね。うん、本当に。普通だったらさ、もう知り合いとか友達になったりしないようなさ、そうですね、大学のさ人と仲良くなったりとかもあるから、はいはいはい、うん、それともコミュニティが広がるっていうところもすごい、うん、そう、いいところだなと。面白いですね、うん、そう、本当に、まあ、だからといってコミュニティも小さすぎないしね。そう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 、大きいし、やっぱ試合とかも
例えば早慶戦とかだったら6000人7000人とか、うん、そうですよね。早慶戦もやばいっすよ。いいよあんなフィールとか立ちたい。あれやばくない？めちゃめちゃ羨ましいよ本当に。早慶戦はね一番人集まるの。そうですよね。俺は見てて楽しいしね。楽しいです。めちゃめちゃ盛り上がるから。やっぱ社会人のトップの試合とかにあんぐらいの人は。いやそうそう本当そう。本当そうなんかそれが寂しいですよね。社会人の方が多分実レベルは高いしてるのに、やっぱ人が集まんないってやっぱ悲しいですよ。それはもう、ね、これからのこれからの課題だね。若手の取り組み、ね。今シーズンの公式戦の開幕が迫ってきている中、今年のクラブチームの注目ポイントやそれぞれの目標について語ってもらいました。それこそ2部で言ったらグリーズリーズもできて、うん、そうですね。グリーズリーズ対ラーテルス、ラーテルスをぜひ我々としては他のチーム他のチームここにいるからいるからそういるからいるからそういるからやっぱりその新しくできた新チーム同士で、うん、やっぱ試合もあるから、まあ、そう本当そこはぜひぜひそうですよね。まあ、観客を入れて試合ができるかどうかまだちょっと分からないところがあるけど、ぜひ観客入れて試合できるんであればこう見て学生とかにもそれこそラクロス、そうですよね、知らない人にも見てほしいなっていうのは、うん、面白くなるんじゃないか、面白くしたいと思ってるし、はいはいはい、面白くなるんじゃないかな、ね、うん、個人的に注目してるのはやっぱスティーラーズがファルにかけるかところが僕はもう大丈夫ですね。大丈夫です。結構チームの移動が多かったので、はい、やっぱ新しいチームっていうところ結構ファルコンズにあの有力若手が、ね、ファルコンズからグリスリーズに、ね、そうですよね。そうグラの方にいただいちゃったんでちょっとねあのファルコンズ13連覇ですか、どうして13連覇ですか、勝ったらもう分かんない勝ちすぎちゃってどこが阻むかっていうところはすごく楽しみです、うん、そうだね、スティラーズやもうスティラーズスティラーズでしょ勝ってっていうところは期待したい、注目してます、うん。スティーラーズもちろんその勝ちに行くのもあれだけどやっぱさ、なんか見せるラクロスっていうところが近いですね。それがね、注目してほしいよ見せるラクロスですか、うん、どんなんですか見せるラクロスまあ見てください教えてまだっていう感じでと、いや別に全然多分言っていいのよ、まあ、スピード感あるラクロスかな、うん、赤部さんですよ、大丈夫です、赤部さん注目してほしいこと、うん、赤部に注目、マカイさんに注目、これに注目いや俺そんな選手じゃないんで、だからでも自分はバラーティーズには注目してますね。あそういうことあそういうことじゃないです、全然いやでも移籍してでもこれやっぱ2部で今年2チーム上に上がるっていうことで、うん、まあ、グリーズリーズとバラーティーズそこを注目してて、結構ラーティーズが上がるのはやっぱ移籍した側ですけど、うん、昇格してほしいなって気持ちがやっぱあるんですそこは結構自分なりには注目してます、うん、でもちろん昇格するときにもう入れ替え戦とかあるならば、うん、もし戦ったら負けたくないなって気持ちもありますし、うん、まあ、試合もしてみたいなっていう、うん、一緒にやっぱ前やったチームと、うん、でもやっぱりあの俺はその北米のプロリーグに参戦するっていうのを目標にしてるから、うん、それをにこうつながるようなものは今年多分今年いきなりドンって入るっていうのは、まあ、うん、いろいろ無理だと、それに繋がる1年にしたいなって、もうなるほど、変な話、若くもないって言ったらあれだけど今年26とか、うん、まあ、スポーツ界で見たらやっぱ若いじゃないでしょ、うんうん、だから本当、まあ、勝負の年ではあると思います、うん、やっぱり社会人1年目なんで、うん、なんかそのラクロッサーとしての1年と社会人としての1年とっていうところで、まあ、どうこう立ち振る舞っていくかっていうところを考えながらやる1年だと思う、うんうん、すごくこう未知なところが多くて楽しみな不安なところも多くて、そこをね、あのラクロスがお粗末にならないようにちゃんと、うん、とりあえずは目標なんですけど、そうですね、1年目はね結構難しいですからね、まあやってる仕事にもよるかもしれないけど、うん、やっぱりその学生の時と違ってこう毎日できなくなるから、やっぱりだんだんその、ね、自分が思ってる動きが体についてこなくなったりとかっていうのはやっぱあると思うから、うん、そういうところでこうもしかしたら悩むことあるかもしれない、うん、そうですね、だからもうだから何年もここ社会人としてやられてるってことで、なんかと注意した方がいい、注意した方がいい、注意した方がいいというか、あなんかあります、さっきも言ったけどラクロスを詰まってた時期ってやっぱラクロスへのさ熱意がさ、そうですね、あのそがれちゃってさ、ラクロス自体も面白くなっちゃって、ね、まあそれはないと思うけどなさそうではないと思うけど、まあ他の1年目の人とか、はいはいはい、ならもういい、
やる機会が減ると確かにそうですよね。そうですか。なんかラクロスに対する重要度も下がっちゃうんですよ、うん、確かに。まあ、でもやっぱ長い目で見たらさ、俺たちのラクロスはさ、そうですよ、一番大事じゃん知らんけど俺は一番大事じゃん、うん、そう確かに。っていうのがやっぱ念頭に大きいなかな、うん、目標はやっぱりそのどんどん新しい、やっぱそれこそ下がどんどん今入ってきてて、うんうん、もう今人数も本当40人以上の結構大きくなってきて、まあ、その中でやっぱり今まではこう自分がプレーして、まあ、上に引っ張ってもらうっていう環境にいたけど、やっぱそうじゃなくていかにこう下をこう引き上げられるかっていうところがやっぱり今年、まあ、そもそもずっとそういう風にしてきてもらったからこそ、まあ、自分が今度はこうラクロスをやっていく中、社会人でラクロスって楽しいなとか、こうスキルアップだったりとか、そういうところに持っていけるようにならなきゃいけないなっていうのは思ってる。そこはもうこの先もずっと個人的な目標、今年だけじゃなくて今後自分の目標かなと思ってるかな、うん、壮大ですね。そうだね、もうちょっと今偉そうなこと言い過ぎちょっといやいやこの後がね、ちょっといやいや自分でちょっとじわじわしてきちゃってそうそう、でも本当にね、社会人1年目、2年目の時はね、本当上の人がこう、うん、いてこう一緒にやってて、ラクロス本当楽しいな、この人たちやるのって思えてたから、うん、やっぱ社会人でラクロスやるの楽しいって思ってほしいし、うん、そう思わせられるようにやっぱなりたいなとやっぱ思うから、うんうん、そういう環境作りとかっていうのはチームの中でもそうやっていきたいなとは、うん、特にね、この2チームは若いからね、そう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 、僕のぐらいがやっぱ一番上に立つような感じだ、うん、そうだね。今年は、まあ、ラーテーズが移籍したってことは、うん、まあ、なんか中途半端にならないようにしっかり1年通してボールダメになっていけたらいいと思います。ボールダメ、ボールダメ、ボールダメ狙い、そうっす。いや本当にめちゃめちゃ絡んでくる、絡んでくる、すごい上手いな、マジで本当に上手いからね、まあ、ちょっと今年は1チームなんでそこが通用するかっていうのを考えながらやっていきたいですね、うんうん。いや緊張した、緊張したね。そう、最初ね、こんななんかさ、ちゃんとして、うん、本当、あ、こんな感じなんだ。すごい撮影じゃん、本当に。ちゃんとしたこと言える、言って。あんま話したことない人とか。そうですよ、そうだよね。最年少だし、もうね、どう立ち振る舞ってるのかっていうのマジで分かる。めちゃめちゃいい司会進行だったよ。ベテランだったの、本当に。もう話すことないのに。喋りかけるしかない。喋りかける。いや、でもだから、新鮮でした。だからこういう風に、ほぼ初対面というか、まあ、話したことないですけど、うん、ここまで話盛り上がれる、あ、そう、まあ、それがねラクロスの良さ、うまい回、間違いないですよ。ラクロスの良さ、やっと遅刻して、今日遅刻して、直接すいませんでした、ちょっとだけね、ちょっといいもん忘れてすいません、すいません、練習一緒に終わったはずなんだけど、みたいな、さっきシャワーレベル、シャワーレベルで見たそう言ってたよ。今シーズンの社会人ラクロス大注目ですね。今回の僕らのラクロス時代はここまで。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。